役職の方も配りましたので確認お願いします。はい、この時間も有効活用したいですね。いやでもなんか思ったのもうあそこ2人に近寄ったらどっちにしろ殺されるか、うん、確かにじゃあ最初でみんなで逆に皆さん力ない組手組みませんか。おお。あ、ありそう。それはその中に。いや待って待って、その提案はちょっと怪しくない、さすがに。いやでも裏に裏に鬼が。いやでも僕弱いんですよ。ででも僕玉尾さんいますから味方にうまい。あ、なるほど。怪しい。それでは荒野人狼スタート。よっしゃ。行け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 。取られた。めちゃめちゃあるんでね。はい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 。レベル3。はいはい。あの神顔でいいですか。はいはい、はい、占いです。おお。はいはい。はいはいはい、すみません。自分もカミングアウトいいし。お願いします。霊能力者です。すみません、カミングアウトいいですか、占いです。え、カミングアウトいいですか、僕も占いです。え、いや、占いそっちょっと。しょうもないことされたわ。うわ、マジかよ。いや、マジしょうもないことされた。今まで語ってこなかったのに、なんでここで語ってくるの。で、僕1個いいですか？僕始める前に言いましたよね、皆さんに手組みましょうっていう。それに対して今喋ってるね、さよならの片割れが片割れ。いやお前マジしょうもないことしたな。語ってるんですよ、片割れが。片割れがね。ちょっと待って、うちの片割れも語ってるんですよ。ちょっと待って、お前俺は語ってるぞ、俺ガチやぞ。いやちょっと待って、あいつ信用ないで、とりあえずノイズ出るし潰しときません。お前前釣り？今回前釣り？まさかローラー？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 いや、まローラー？え、3チームローラーすんの？あ、俺も行く？ローラーってやばいね。これはだな。3人占い師。でも霊能確定してるから、3人1人ずつ釣れば黒の場所わかるんじゃない？あ、それいいですね。間違いない。あの絶対あの1人人狼1人狂人なんで、あの被ってるもん。え、待って、占いは一人死んだよ。え、でも別に関係、あ、これ多分。いや、なので、さよならさん、さよならさん、オオカミなんじゃないですか、これ。おいおいおい、登録者多いからって、そういうことすんのか。50何万とか言ってたもんね。そのチーム、なんかせこないか、マジで。じゃあ、出していきましょう。そういうなら、じゃあ出していきましょうよ。占いしていきましょう。確かに、確かに。俺、とりあえず送ってから、あの、返答待ちで。あ、占い、え、送ります？じゃあどうしようかな。僕も送ってます、ちなみに。出た。おニア白。おニア白。へぇ。え、おニア白ってどういうこと？あれ？狂人って白？はい、出ました。はい、出ました。3分が経過しました。はい、おニア黒です。あ、ちょっと待って。え、どういうこと？いや、誰が聞く？いや、もう占い全部釣って霊能見ればいいんじゃないですか。そうしてください。ちょっとまずこねうちもうこね島からやることをお勧めします。え、待ってください。いや、待ってください。よく考えてください。ちょっと待って。え、僕パーカーのやつです。パーカーのやつですけど、皆さん聞いてください。あの、はい。僕がオニア君を黒出しするのってこれ真実じゃなきゃ無理じゃないですか。え、なんでですか？どういうこと？どういうことですか、これにします。怖い。なんかあの、本当私が死んだからっていうような感じですか、それ。感情論。信じてほしい。信じてほしい理論。たまさん、合流しましょうか。合流しよう。お茶飲んだ。え、何？誰が死んだ？誰だ？天狗取りますよ、天狗。占いの人生きてる？今のどっちの人？あ、占い生きてます。俺、エータ生きてます。オニア生きてます。マジと生きてます。アッキー生きてます。すみません、この人の反応はないです。え、小島さんってさっきあの、占い語ってた人？そうです。死んだと思いますよ、これ。あ、じゃあ、霊能でいいのってわかるんじゃないですか？お願いします。霊能言っときます？すみません、霊能いいですか？お願いします。小島さん、白でした。あー、じゃあ、どっちかわかんねえな。白。オニアさんって占い結果出しましたっけ？僕出しました。僕、内先生、白でした。あー、了解です。内先生、最悪なんで。待って、マヒト君やられた？マヒト君やられたっぽい。いや、まだ来てます。逃げた。黄色のヘルメット、やばい、来た。黄色のヘルメットが敵。うわ
待って、マイクがやられた。やばいやばいやばい、何何これ。黄色のヘルメットの人にマイクがやられた。黄色のヘルメット、黄色のヘルメット、パンダが黄色のヘルメットにやられていくシーンを見てそのまま上行った。屋上行きます、屋上行きます。屋上全員大丈夫じゃないですかこれ。ちょっと待って、いけない、誰誰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 。え、なんか屋上打ち合ってないそれ。いや、屋上大丈夫と思いますよこれ。行きます、僕も屋上行きます。シュシャン今乗ろうとしてるの、シュシャンそれ。そうあー、じゃあ俺の近寄るよ、パンダね。あー、先生とかいます。これ、ね、あ、いますよ僕。これいます、これ俺。はい、じゃあ逆に言えば気づきました、俺必勝法気づいたんですよ。一人ずつ階段上がってきて全員射殺すればあれ、グラビタ側の勝利ですっていうアナウンスが流れますよ。確かに。一人ずつ順番にちょっと上がってきてもらっていいですか。じゃあチームの方は怖いよ。一旦整理しますね。はい。クンさん、オッパシさん生きてる。はい。ウチ先生生きてます。ウチ先生生きてます。これちょっとジノ陣営手組みましょう。誰か来ましたよ今。ジノ陣営手を組む。もう強靭か。ジノ陣営。これパワープレイ行くしかないですよ。お兄さん一人人狼じゃないですか。ジノ陣営。手組みましょうよ。あ、いるいる。え、ってことはうちの子供無罪だったんですか。っていうことは？これやるしかないですよ、僕ら手組んで。オニアさん、人狼？ジノ陣営。あんま打たん方がいいわ。格差すぎる。いや、あ、僕今炙り出ししたんですけど、出てこなかった。ああ、そういう。多分今ので僕の白目で出たんです。誰も乗ってこなかったんで。出てこいよ。じゃあ全員白ってことでオニアさん上がってきてくださいよ。確かに。銃構えたら殺しますから。銃構えないでください、信じてるんで。あ、オッケーです。絶対銃構えないでください。あ、じゃあ銃も捨てていきましょうか、僕じゃあ。はい、銃捨ててしまった状態で送り上げてください。オッケーです。じゃあ完全、はい、フル武装なしでいきますよ、じゃあ。はい、俺ら信じてます、オニアさんのこと。いや、僕、もう裸で行くんで。くんさん、白目に見てますよね、オニアさんは。僕も銃持ってないですよ。完全に絶対白す。絶対白す。銃持ってないですよ。僕今来ました。僕来ました、来ました。送り上げました。それ殺して、それ。おぉ、黄色い帽子いる、黄色い帽子いる。僕、銃ないので。黄色い帽子？黄色い帽子のやついた、今。黄色い帽子。来た。僕、武器ないので。あ、ごめん、死んだ。あ、まっ、あ、すいません、ダメでした。これ多分人狼でしょ。で、シュシャン死んだ。え、なんでクンさん死んじゃったんすか。僕武器ないっすよ。クンさんは黄色い帽子に襲われました。そんなことあるんすか。黄色い帽子がわけわかんないルートで上がってきました。今、パシさん上いますか。いますよ。お兄さんどこにいます。僕今屋上います。で、屋上います。おパシさんは、あれ、おパシさんも屋上どこいます。屋上にいますよ。あの、一番上ですか、屋上の。はい、です。じゃあ、ここで。玉尾さんはどこいます。あ、僕も今屋上に向かってます。オイロケース。え、あれ黄色帽子は誰だったんですか、結局。天狗取ります。オパシです。オニアです。玉尾です。アウトです。あと4ですもんね。4人今、4人か。そうですね、これで全員です。なんでオニアさんそんな打ち合う準備してんすか。僕ですか。はい。おっ、ええオッケース殺しよ。え、待って、まだ1人いる。え、これでまだ勝利コールなんないの。 1v1。 オパシ生きてます。たまお生きてます。マジかよ。そうかマジかよ。バレちゃったか。来たな、これで。ちょっと国内ナンバーワンコールオブデューティー実況者決定戦いいっすか。やるしかねえな。やるしかねえな。ちょっと SR1V1 しようぜ。 SR1V1、 わかりました。よし、 SR… よし、 OK、 よし、勝負だ。たまおさんも SR 持ってます、ちゃんと持ってますよ。オッケーです。じゃあ俺も SR できます。どこにいるんだこれ。え、上いますよ。上がってすぐ左です。え、本当に SR 持ってます。本当に持ってます。当たり前じゃないですか。屋上の一番上ですよ。一番上、はい、一番上なんてあるんですか。一番上ありますよ。どこ、そこです。今一瞬飛んだの見えましたよ。あ、飛んだの見えました。そこはね、左側から登れますよ。あ、なるほどね。なるほど。あ、そこからピョンって乗るとの。あ、ピョンって乗るとね。はい、そうです。そこで上で決着をつけましょう。あ、上でね。はい。ちゃんと SR 持ってますよ。持ってます。わかりました。あっ、カーブだ。待てよ、おめえ。あはい、オオカミ陣営の勝利となります。イエーイ。だ、誰 あ、俺強靭っす。てか、オニアナッパシさん打たないの。いや、僕、オッパシさんパンダって言ってるじゃないですか。あ、そういうこと。帽子でパンダじゃなくなってるんですよ。はいはい。50% で僕、ウチ先生の方かなと思っちゃって。なるほどね。オパシさんじゃなかったから、ハイグレさんやばいかなと思ったんですけど、玉尾さんのプレイで、COD の。やられました。あいつ嘘つけんすよ。SR 持ってなかったっすよ。嘘つけ。お前のだろえ、グリッチじゃないですか、それ。
絶対グリッチだよな。おい、今さらされてるぞ日本で。木に頭ぶっ刺しとくとヘッショ食らわなくなりますよ。あ、ね、頭がない。ヘッショ食らわない裏技。さあ行くぞ。奇跡を起こす。奇跡を起こす。いけるいける。やったー。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。